回りました。チャン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 、半分ぐらい終わりましたけど。ですね、後半戦ですね。どうですか？いやもうそうだね、さっき感想を取ってね、なんかうわ MV 撮影だって感じじゃない、ね、じゃあ引き続き頑張っていこう。藤崎と佐々木が今から牛刺激してきます。私のポニーちゃん。お、え、仲いいじゃないですか。ほら、可愛いですね。可愛いなんだ。走ってるだけでめっちゃいい。そう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 。早っ早っ、いいよいいよ。疲れてるやん。もうちょっともうちょっと広がる、潰すってこと。だから俺らが前広がる。4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6多分これちょっと埋もれてる感じの方が、ああ、設計的にも違う。ごめん、みんなもう一回さ、スタンバってもらっていい？はい、完工。めっちゃいいじゃん。はい、じゃあこの痛みが分かるのはこの二人だけ。かっこいいね、うん、本当だ、飛んでる、すごい。じゃあ走るな、走るな、どうやって走っちゃう。はい、じゃあこのブロック OK です。ありがとうございます。じゃあと D だけなんで、ちょっと一回戻っていただいて、ちょっと休み、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。戻ってくれてありがとうございます。ありがとうございました。みんなチームになったね。走って帰るか、誰が一番早いのか。うわー、ここ深すぎる。深い。釈太郎の服です。勝手に来ました。あと選んだのは僕です。そういうことにしてください。
セッティングしていきます。元気へラストです。ラストシーンです。頑張ります。頑張ります。葉っぱに負けません。葉っぱに負けませんよ。イエイ。全部見どころなんですけど、特にですね、イーチがバーって走ってきてそこを食い止めるものがあるみたいなものがあるんですけど、そこがすごく見どころなのでぜひ見ていただけたらなということで、とにかく楽しめたので楽しんでるなって見てもらえたらいいなと思います。やっぱ最後集まるところですかね。そのこういうところがあるんですけど、最後カッカっていうのがあるんですけど、そこが一番の見どころっていうのです。みんなのその気持ち、思いが最後一つになるっていうところまでのそのそれぞれの気持ちであったりで、そこで一つになった最後10人のその気持ちっていうものを皆さんにも伝わるあのMV になればいいなってすごく思います。ダンスにも歌にももう全部にもう注目していただいて、もう皆さんがどこを楽しむかは自由ですけど、どこを見ても楽しめるような作品を作れるように頑張りますので、よろしくお願いします。自分たちなりの表現の仕方で表情とかも作ったりしたので、そこもぜひ見てください。そうですね、やっぱりこう演技の部分でこうさくちゃんと、さく太郎くんと、アンリーちゃんがすごい、横顔でこう見たんですよ、モニターをこう2人抜かれてるところとかすごいなんかもう映画かなと思うぐらい綺麗で、もうそこめちゃくちゃ見どころだし、こう最後にみんなこうやるところとか結構一体感ってすごい自分好きだなと思ってて、そこ注目してほしいです。今日は早朝から撮影だったので、最初はあの最後のフィーバータイムって呼んでるんですけど、そこのところが一番激しいところなんですけど、そこで朝だからやっぱ体がなかなか動かなくってすごい大変だったんですけど、テンションを爆上げしてなんとか撮ることができました。もうどん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 最後にかけて、なんだろう、その夢に向かって新しい夢を見つけて頑張っていくっていうのいうストーリーなんですよ、これ。だから、なんていうの、一箇所とかだけじゃなくて、なんか全部が一つの物語だから、一つ一つに注目して全部見てもらいたいなって思います。やっぱり最後の宮下パークのみんなでのフィーバータイムですかね、わーって踊るとこがあるんですけども、そこを存分に皆さん見ていただきたいなと思います。はい、朝早くから撮影したんで、ぜひチェックをお願いします。 OK です。はい、ありがとうございます。